はい。それでは、ターコイズステークス、アサヒハイ、フューチュリティステークス、と、あと、副賞生活候補の対象場ですね。暫定ですけど。はい。こちら、事後調査行きましょう。えー、すいません。あの、もうお願いしてるんですけど、前から、あの、この、戻るボタンを押すとアプリが終了する不具合について。すいません。早く直してください。これ非常に不便です。すいません。お願いします。早くアップデートしてください。 はい。ということで、訴えた上で、ターコイズステークスから行きましょうか。はい、えー。ターコイズステークスの前に、すいません。ちょっとだけニュース見ましょうか。えー、と、北三ブラック引退が1月7日、京都競馬場らしいです。はい。えー、一応、来年年明け3連休スタートですか金牌も含めてね。 はい、えー、土曜日のダブル金杯か、えー、日曜日の京都競馬どちらか一応お邪魔しようかなと思っとるんで、まあ、そうですね、北サンブラック民退式ですか。ちょっと人そうなんで、避けて土曜日のダブル金杯ぐらい見に行けたらいいかなと思ってます。以上です。ありがとうございました。はい、続いて、小和田育也さんが、えーと、起乗停止、どこでどこでや地方競馬ですかこれ。えー、 と、お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 、理由は日本中を競馬でし、読まれへん、えー。競馬の構成確保について業務上の注意。何したんやすいません、ちょっと情報掴めてないです。何やろなんかあれかなルメちゃんみたいにツイッターとかやったんかねはい。なんかやったみたいですね。多分若者が受けてるってことやから多分、ね、スマホとかそういう関係でしょうね。ありがとうございました。はい。 えー、あとは、えー、出走後の場体重見てもしゃあないか、また。えー、あと、出走後ちゃうわ、超強語ですね。出走後見ても関係ないね。あとは、特にあとは、G1 ですか有馬記念とかですかはいはいはい。もうここら辺です。ブレスジャーニー、アミューラ、キシュン、ヨリカーリー、どうでもいいですね。リツオ、リチャード、すごい。ミルコデすさんわかりました。了解です。あ、サトノクラウン、参戦が決定ですっ安住はムーアさん。おめでとう。来ましたか。 キャンベルジュニアと合わしてますかおいいですね。いいですよ。うん、いいですね。はい、人気出て飛んでください。お願いします。あとは、もうないですが、ね、はい、ないなら行きますよ。はい、ルバン・ストレーブがデビューから3連勝で制覇ってことで、はい。2歳のダートを行われましたね、川崎で。はい、余裕でしたってことで、はい。ん、なもでしょうね。はい、すいません、お待たせしました。行きましょう。ターコイルステークス戻ります。はい。 えーもうこちらそんな紹介しませんよ。もう16と決まりました。枠順次第ってとこもあるんで、はい、屋根が決まりましたから、ラビットランが c ムちゃんですね。はい、了解ですわかりました。こちらはまあ重症場、えー、去年にとども来たんで、無難に重症場を抑えましょうってことで、ダラビットランですね。あと、おトクレールフロンティアクイーンが一応中山戦6なら面白いよってことで紹介したんで、軽く印打ったんと、 はい、えー、プラス、今回、えー、3、星マークですね。3と選びました。はい、この星マーク何ですかということなんですけど、はい、えー、今年の、えー、フェアリーステークス。まあ、毎年言ってますけど。で、えー、このターコイズステークスも一応中山戦6の品場戦ってことで、ここ、果てはるんかなと思って選びました。えー、アール・ブルニエット、バンゴール、ミス・パン・テール。はい、もうずっと言ってます。えー、キンカメ、えー、キングマンボ系と、えー、ロベルト系ですね。はい。 え、こちらが非常に構想よろしいと。えー、今年、ライジングリーズン。えー、結局、母系にキングマンボ系と。まあ、えー、ね、ロベルトとキングマンボ系結構多いんですけど。うん。まあ、今年、その中で16頭の中でガイドバー一応3頭ですかね。ちょっとすいません。他におったらごめんなさいって言っときますうわ。はい。多分この3頭だけやったと思うんで、見てたらさっくり。はい。 えもう、こちらでいいでしょうま、あこの中で面白いな、アータんンが、アール・ブリネットとかがちょっとね、人気全くなそうなんで面白いんかな。うん、再開人気突っ込んできてもおかしくないのが、このね、中山、え戦、ー、力の頻馬戦なんで。はい。えー、まあま、一応見ときましょうか。えー、去年マジックタイム、レッツゴー・ドンキーとかで決まりましたけど、レッツゴー・ドンキー結局金亀系ですね。カフェ・ブリリアントがロベルト系ですもんね。うん。 まあまあおかしくない決闘を着てますね。マジックタイムあ重症場やし。まあ、まずこのえ重症なんでしたっけダービー今日この後ですかね。か、えー、この後か、この春に勝ってたんかなうん。まあ中山16マイルがえー適正あったんで。はい。まあまあ不思議じゃなかったレースでしたね。ありがとうございます。えー、2年前も見ときましょうか。結局ね、えー、終わりのレースやったんですけど、一応こちらも見ときましょうか。はい。 えシング・ウィズ・ジョイ。こちら、マンカフェですね。は、チッチケインタス、チチケチャー、ハーケット、確かロベルトですかそうですね。シンボリクリスエス系ってことでロベルトですね。この後ろ。はい、わかりました。はい。で、えー、この後ろ戻りたいんですけど、この後ろ戻ったら多分、戻ろうしたら多分バグるんでしょうね。はい、バグりました。どこもどんねんって話ですね。ありがとうございます。えー、っと2、2着は、 ダンスアミーガを見ときましょうか。ダンスアミーガ最下位2突っ込んできました。はい、こちら母系、えー、キングマンボ系でももろ書いてます。エングルコンドルパサーってことで、もうキングマンボですその後はい、わかりました。うん。1、2着がロベルトと、えー、キングマンボ系でワン、ツーですね。はい。まあ、えー、ね、こんなざっくりしたデータですけど、まあまあ、今年も3通るってことで。 まあ、ここら辺あれですね。どうせサイト見ても、もう、血統的な面のデータ見たらわかるでしょうね。もう、ここですね。もう、多分こんなんもう有名な話なんでね。星マークで生われにしときます。こんな熱くかってても、しゃあないんで。はい。こんなね、調べてわかることね。私が語る必要ないんです。わかりました。了解です。ありがとうございました。はい。こちら、以上、6とですね、3点ですけど。はい。まあ、こちら、毎年荒れるんで、手広くボックス、ね、事故決めるのボックスでこうだ、おかしこいなーって、ちょっと改めて実感したんで、まあ、そこら辺で頑張ります。はい。朝日杯、FF で行きましょうか。 はい。FS はね、今何も考えてませんけど、どうなりましたか暗状等々変わってませんね。はい。ステレビをーで無茶も予定通りやし、えー、暗状等々大きな変化ありませんね。はい。ちょっとアイアンクローとかにね、学んだりとかしてますけどね。はい。の、no、KI のテクニサッチーさんですか。あっとあれ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 は、乗りゃげてくれば出てこれたんかあ、出てくるんかあ、そうですか。了解です。あれ出てくれたん どうやってどうやって出たん裏口入閣裏口入閣こいつ。あれ、一生歯出てきた。ありがとうございます。そうなの抽選突破か。うん。びっくりした。消えてくれば、出てくるんか。もうええけどな。うーん、コバテツさんかー。またやるまたやりますこれ。消えてくればと、今回サッチさん誰のりやったわ、K.I. ノーティックかー。無理やな。この二頭でボバ G1 で来る。ちょっときついなー。重症ですら親って思うぐらいのにね。 はい。この糸を着たら、えまた入れてますね。これ、小林サッチーさんってことで、小林サチコさんですね。絶対無理や。こ今回無理やよ、これ。それ無理よ。はい。どちらもね、KK から始まるんで、もう、KK。すいません。何もなかったです。これ、すいません。黙っときます。もう、わかりました。了解です。はい。もう、KK ケ券です、これ。無理や、これ。もう、ブナニダノンプレミアム、ターブロンド、ステルビオぐらいでいいかな。まあ、ステルビオちょっとね、まあ、いいんですけど、割引としたら、 割り引く必要ないか。まあでも、ダンプレミアム。えー、結局ね、前回の、え、半身、んでしたジュメナルフィリーズも、えー、結局ね、二2勝負けなし場で決まってるんですね。はい。ちょっと、ロックディストーン飛んじゃいましたけど、重傷関係なく2勝場負けなしの4頭のボックスだった、えー、買うだけで3連服プラスですわ。 はい。まあ、結果論ですけども。でも大体あそこにし、えー、負けなしの馬はやっぱ強いですね。2勝負けなしの馬、3勝負けなしの馬はやっぱ強いですね。はい。二回言った。うん。今回だからダノンプレミアはとりあえず2勝負けなしの馬がまず該当ですね。その他は一応、えー、土、えー、砂、なんていう、土つけられるというか、砂つけられるというか、うん。えー、いっぱいはしとるんで、2, 2着といえどもね。はい。それ考えるとやっぱダノンプレミアですね。負け知らずがやっぱこの舞台強いですね。 はい。あとはまあまあ2商場、あるいはもう3商場も持るんで、ここら辺から拾ったら無難に当たると思うんですけど、どうでしょう。はい。そん中でやっぱタワーロンドですね。3商場選んでおきましょうか。はい。もうこういう人でええと思ってるんですけどね。はい。もうここら辺も、えー、もう現実馬券も、もう思いっきり買いません。もう学習したんで、もうやめときます。原理妄想馬券ね、紹介して、あと現実馬券も、まあダノンプレミアムとタワーロンドの生まれんちょろっとぐらい買うと応援しておきます。はい。了解です。ありがとうございました。 はい。で、もう一個、えー、こちらが正念場ですね。はい。えー、土曜日のレース。えー、一応、他のレースね。一レースから全部出てきましたけど、今んとこ他のレース、寄り道必要ないと思ってます。もう、街頭場が出走する。言ったらもう、買いましょうか。もう、他、寄り道してね。あー、こっち、買いましょう。買えて。うわー、元々のやつが良かったっていう効果一番嫌なんで。はい。行きましょう。副賞生活2-7ですね。はい。えー、本命、本命っていうか、えー、副賞、え、対象場が、えー、アドマイゴごと出てくれるんで、 こちらで行きましょう。まぁ、あ、ちょっと枠順で万が一、まあないと思うんですけど、うちとってどっちでもいいって言ってもらったらしうん。万が一ね、なかあった場合はちょっと変えるかもしれないですけど、他にもっといいレースがあった場合ね。土曜日ね。はい。もう暫定こちらで行きますね。アドマヤゴッドをえー、今回復唱生活、おそらく10万円投資でいくと思いますね。えー、がしの分ですね。はい。もう前回ある手ったんで割愛します。 3ヶ月半くらいね、北村祐一さん乗るんかなと思ったら、ここ安中情報つかめてなかったんですけど、暗中デムちゃんですね、これ。これはね、えー、まあ人気は確か上がります。下手しい一番人気になりますけど、まあでも、副賞一点張り買う私がサイドから撮ってみれば、まあまあ安心感大ですわ。はい。まあこれでデムちゃん飛ばすことないですしよ。 はい。あとはその、えー、旧車サイドの思いですね。菅さんとこが、えー、ここどういう目的で使うかなんですけど。うーん、ここもね、次見据えて試運転って感じもなさそうなんで、ここはさすがに、えー、勝ちに来ると思ってます。うん。ここ使って次どこ行くねって話になるんで、えー、セントールね、阪神戦に最近実績ね、出てきたこの舞台ね、5着、えー、やりきれんことないの分かってるんで、うん。 ここ使って次使いましょうかっていう目的じゃないと思います。叩きにお勤めの目的じゃない。休み、休んでもうここ仕上げてきた感じ出てます。はい。ね、この後叩いたとこで次出るとこもう京都なんでね、出るとしたら。えね、阪神も出れないんで、時期的に。それ考えたらもう今ね、阪神戦に実績上げてるここでしょうね、本気は。はい、もうデムちゃん連れてきてるんで多分本気ですわ。ここ試運転する人ないんでね、デムちゃんで。はい。 本気です。はい。前走5着も紹介しましたね。はい。えー、上位4等が重賞馬と。はい。その相手に5着。よく頑張りました。はい。6着7点のブラッドのちに今オープン勝ってますと。もうそれだけでいいでしょ。はい。で、今回対戦するミッキーラブソング等々勝ってます。はい。で、8着のスノードラゴンですらね、この後、まあ、カペラステークス、ダートといえどもね、調子上げとるんで。はい。もう、ここ、9着まで全てみんな頑張ってます。 はい。まあ、いけるでしょはい。ここのレベル高かったと思います。はい。ここで経験した私後に、えぇ、ー、小企画してます。小企画してるんかなわからんけど。はい。もう、超維持です。一番人気になっても買いましょうか。副賞ね。まあ、デムちゃん関係なく1.8倍は欲しいなと思ってたんですけど、どうでしょうかこれで人気がるんやろうなうーん。ただね、デムちゃん乗るってことはね、多分単賞の方が売れると思うんで、副賞はね、多分そんなもっきり言ねなと思うんだよな はい。副勝売れるなら、メイソンジュニアとかね、えー、多分ね、そっちの方が売れるんでしょうね。えー、アットダシーサイド、アクティブに乗るとかもおるんで、1.8倍欲しいです。はい。10万円突っ込んで、まあ、8万円、7万円、8万円増えたらいいかなと思ってます。20万円増えたら、おのじでしょう。はい。こちらはこんなもんにしておきましょう。うん。 で、えー、もう一個のレースですね。はい、日曜日、えー、中京2200ですね。はい、えー、今週でラストってことで終わり特別。まさに終わりですわ。はい。はい、3週目、最終週、中京2200でね、えー、ファスナーハト、そしてスプマンテで勝負しましたけど、今回は、はい、ラウレアブルームですね。はい、出てきました。やはり連投でも出てきました。激圧ですね。素晴らしい。もう目的バッチですわ。はい。 ハートフェスタ一応馬券買う方おれば一応、えー、押さえとく一等としてはこのも紹介しておきます。まあ、中距離2200強いし。はい。えー、ここね。はい。中距離2200全走勝ちました。で、ここまた中京で、ヒッシーさんまた戻ってきました。おめでとうお帰りはい。もうヒッシーさん中距離2200帰ってきたってことで、ね、ここ本気ですね。はい。やはり中距離2200を走るの分かってるんでしょうね。はい。で、その証拠に逆に中距離2000では走らないと。はい。 もう、ここは、必死さんの人本気でしょうね。はい。で、えー、すいません。ラウレアブルームに戻させてください。ラウレアブルームね。はい。えー、もうこちらだいたい前回言うたんで、もうほぼ割愛しますけど、はい。えー、さっきも言いました。中京2000で走れるのか2200走れるかって言うとそうでもないね。はい。逆に2200走ったのが2000走れるかって言うとそうでもないと。はい。 まあ、2000度2000兼用で走れる馬、ほんまに少ないですわ。うん、それは言うとく。はい。で、えー、今回ですね。もう、前走が明らかな準備運動ですね。はい。で、その馬、それまでね、えー、1000万クラスなんで、2勝、あるいは3勝馬がおるんですけど、この馬が中京二2 0 0で、えー、唯一2勝してる馬。はい。未勝利500万と、2勝します。もう、この舞台出てきたら、えー、もうね、ピャーっと飛び出して、ファスナーハット、スプーンアンテみたいに私ここ得意です、って言ってマイ行くんで。 はい。もう、強い馬は強いってとこ、舞台ですね。もうバッチリですわ。えー、前奏を、前奏というかこの買った時も、え、中居2000で、え、一回ね、え、使って、え、その後もう連投でここね、連投で買ってるんでね。もうバッチリです。で、前回4ヶ月明けで、もうずっとスタートからもう仕もう仕上がってないのバレバレ。もう出遅れてるわ。えー、森雄太郎さんずっと最高峰で、 手綱押さえっぱなし。もう引っ張ってももう、カーって引っ張ってる。もういつも動くん、ずっと動くのよ、でもこれ。はい。もう最後も何も仕掛けもってません。もう準備運動もバレバレですわ、これ。はい。ここで買いましょう。もう間違いないです。です,すいません。このセントルステーク、ス毎回戻っのやめてください。お願いします。あ、ちゃうね。ここちゃうわ。日曜日の2200ですね。戻ります。はい。もうバレバレですわ。もうね。 ここをントで使ってきてるんで、間違いなくここ本ちゃんです。え単、ー、勝で買うんじゃないんで、3着以内でいいんで、3着以内はもう激アツですわ。はい。頭で来るか別としてね。はい。まあちょっとね、現実馬券ね、えー、この副勝生活と別にね、べっこれなんか単勝ちょっとね、40倍 ?40 倍いすかなでも30倍とか20倍 ?20 倍以上つくやつはちょっと単勝ポロンと凍たろうかなと思ってるぐらいなんでね。はい。前走もね、10万人気ぐらい確か単勝しパーンって言ってたんで、すごいね、感じですね。何がすごいのかわからんけど。うん。 もう最近、えー、この中距離2200で、えー、10万人気買って以来ですね、昇級戦も含めてやっぱりこの11万人気、13万人気と来てるんで、まあ今回この中距離2200の実績あるっていうのバレたとしてもね、多分そこまで人気だなと思ってるんですけど、どうでしょうか。はい。前走を負けた理由が金量の差とか言われてるやつもあるんで、わ、ま、か、あ、りました。それなら人気をしてください。はい。57で負けた。ハンで、森宇太郎さんで57重い。じゃあ、前買ったとこどこやねんと。はい。 57キロで買っとるんじゃ。逆に54キロの中京2線走っとるの分かっとるんじゃ。もう前回負けた理由、中京2000円から分かっとるやつのもん、はい。了解です。もう言うことありません。はい。中京2話です。もうこの馬ぐらいでしょうね。えー、もう、もう一回言てときましょうか。30戦ぐらい走ってる中でね。はい、もう中京がもう半分ぐらい走るとこ攻めとるんでね。14走しとるんでね、もう。 もう、で、うち2章が中距離2200でしょ。で、この3着、4回のうち多分ね、1回か2回ぐらい確か中距離2200絡んでますわ。はい。もう庭ですわ。はい、お庭ですわ。で、えー、今までね、この後方待機やったらもう準備運動ってことで、もう中距離2200多分ね、おそらく先行、あるいはうちはクイも逃げますわ、多分。逃げます。はい、もう、もう行けます。了解です。ありがとうございました。はい、もう行けますわ。22002025やって、どこの200合わせてんか知らんけど、はい。 ということで、もうここですね。はい。もう他言うことないから、もう言うことないんやけどな。えー、もうこれね、万が一損でも後悔しませんよ。はい。ここまでデータ集まって激アツなんで、別に外したとこで後悔しません。はい。まあ、C って言うなら出遅れんドいてくださいってことぐらいですか。まあ、オ前奏もね、前奏でここの、買った時もね、全然スタート良くなかったんですけど、森豊さんがね、ナイスワインプライで死亡者をしてくれたんでね、出夢中って。うん。いい手バでしたけどね。はい。 まあ、こんだけ2着場に圧勝してますし、まあ、得意なんでしょうね、この舞台。はい。まあ、まあ、まあ、まあです、これ。副賞どんだけつくんでしょうかってとこなんですけど。うん。はい。中距離戦2 0 0校舎他にそこまでおらんので、まあまあ、全然馬券入る余地全然あると思ってますね。はい。 ということで、えー、中級2200、ラウレアブルームですね。枠順ですけど、えー、一応最終週ね、うちらち若干痛んでるとしても、まあ前回見る限りスプバンっても打ちついてきとるんで悪くない。で、この馬前もいました。えー、この時もね、えー、この中級のババ打ち荒れとったとこでも、えー、打ちついてそのままいけたとこ見ると、えー、しぶ、えー、しぶしぶっていうか荒れたババが苦にしない。ということで枠順はもう一枠一番が間違いなくいいですね。はい。 もう、他の馬やったらね、ちょっと損する割引の可能性全然あるんですけど、この馬なら、えー、うちは、一枠一番、むしろプラスやと思ってますね。ロスなくいけるとこ。はい。ババ関係なくいけるんで。で、えー、中級2000と違ったね、2200はね、スタート地点が、えー、ポケットになりますね。で、このポケットからの中級のスタート、多分この2200だけやったと思いますね。この、えー、何コーナー1 2 4コーナーのポケットか。うん。 ここ多分使ってるのは多分中級2200だけやと思うんで、16 0とか全部向こう上面からやもんね。うん。それ考えるとこのポケットから始めるってことで、芝がね、そんな荒れてないんですよね、多分ね。はい。2回しか多分使われてないと思うんで。うん。今回2クロだけやもんね。はい。ということで、えー、ここ。もう内訳ならね、やっぱ損ない。で、えー、高層枠やっぱりね、外枠って出とるんで、中距やっぱ荒れやすいババやし、うちそんな良くないんですよね、結 結構、ダートとかでもね。はい。それ考えるとね、枠順とかね、一枠一枚引いたら結構その時点で割り引かれる数なんで、え枠順とか見る方はね、はい。最終試やかばば割れてると、感じてる方がおるなら多分ね、そこまでに気れないんで、もう強いてるなら内枠引いてください。はい。ありゃ。ありゃちょっと待って。あれ嫌なの見たぞ今。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。あれあれゃりゃりゃりあれ ちょっと待って、嫌な予感した。たまにあるって話やったんですけど、ここでありましたか中距離2000たまにね、週に2クラー組まれるとこあるんですけど。あれあれ中距離9レースもありますかこれ。まずいな。あれ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 、もう1クラーあるかあれちょっと待って。これも予想外だぞ。でもラウレアブルームラうのもおるんかちょっと待ってや。ちょっと待ってや。おるかおるか。うぅなんと、ちょっと待ってくれ これはびっくりした。今リアルに驚いてます。これほんまにガチで初めて見ましたけど。あら。おーい。これ大問題これ。これ個人的な意見やけど大問題これ。ちょっと待って。鳩なんで出てきたんや、お前。お前も、お前も LINE の中継やろってたけど。出るのほんまにうわー、鳩か。しかも加藤翔太さんちゃうんかよ、お前。なんで来ないなったんや。ほんまか、これ冗談の木か。 うわあ、これ今リアルに見てびっくりしてるこれ。えちょっと待ってよ。これは、あれ日曜日もしかしてダブル勝負するでもそれやったら転がしちょっとね、無理やもんね。時間的にね。これは現実馬券でこっそり買おうか。裏メニューで買おうか、これ。うわあ、もう、放送はね、もう完全にラウラブルームで解明、発表しようもるんで。これはちょっともう個人的に買おうかはとマジかよ、ハと かよ、そうかよ。ブラックカードもるんか。森太郎さんかんで、ここで宗教に背中強い言うてる。うわ。前走でも五着やねんな。これ。前走凍ったら五着やってんな。前走あれやろ。これしかもハートときたやつやろ。これ。そやね。前走。結局ハートの復唱ありがとう。言って、あ、そや。そや。こう、五頭ボックス。良かったん。言ってたよね。ここね。あれ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 。ちょっと。ま。ちょ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 。自己調査で長。なか。ったす。いません。これ。リアル二枚。ちょっと。今動揺してます。どうしよう。 鳩か。いやーでもそれでもラウレややな。対象馬券はラウレやな。鳩はちょっとおとなしく別メニューやな、これ。うん、別メニューで勝か買おう。うん。えー、安城加藤翔太さんじゃないってのと、藤岡豪太さんもね、中京、えー、いいんですけどね、全体的に。中京悪くないんですけど。いや、悪くないけど、やっぱ前走より旨味は落ちると思うんだけどね、前走2着バレてるし、中一周で、まあもう一回走ってきて勝ちきれんこともないんですよけど。 ちょっとうま落ちそうかな。相手考えて、相手に強いやつおったら折るか。ちょっとすいません。もう一回見させてください。相手、相手見ましょうか。うーん、いやでも前奏見てる限り人気出てないもんな。人気出てるまでこれか。なやこれ。誰あコンボルドか。コンボルドぐらいが人気出る子どこやもんね。でも、長岡君役してね、安城。このまぐらいか。うーんー、あとは鎌倉とかぐらいもんね。これ考えると前奏より多分重みないな。下手しい2番人気ぐらいな。 いやね、ブラックカールとかと一負ぐらいの人間やもんな。あかんな。うまみないわ。カモやったらちょっと、1. 点何倍とかでうまみないわ。前走何倍やったっけこれ。前奏ありがとうございましたっった時何倍やったっけこれなんか3倍ぐらい絶たんちゃうかったっけ 三倍ぐらいついてたよな。三百六十円か三点六倍か。それは美味しかったな、戦争、うん、ありがとうございました。今回ちょっともみないな、すいません。今回はちょっともう、現実、現実か、その復生生活では対象外にしておきます。鳩ね、ちょっと個人的に応援しますわ、このまま。はい。多分対象外になりますわ。多分ラウレアブルンのが強いよ、これ。うん。はい、まあ、一応打っておきましょうか。鳩 そして、ブラックカードがもう一回来るってことで、まあ、中継にしない講習なんで一応押さえておきましょう。はい、あとはいませんね。んー、馬券カメなこいとこのから、二時間マルチで流しとか面白そうやけどな。ほ、は、う、あ、ちょっとそれは面白そうや。うそれは別撮りや、これ。勝手に勝負レースしようか。うん。そやね。勝手に勝負レス紹介しようか、これ。うん、ハートを言うとこ、これ。ハート、ハート言うとこ、これ。俺は明らかに勝つ子一点勝負やもんね。副賞、えー、そうですね。そやね。うん。あ、そやね。 それこその勝手に勝負ですよね、これね。まあ今やったら紹介しましょうか、書いてたんで。そうしよう。そういう予定にしておきましょう。はい。またこれ決まってからちゃんと報告します。はい。なかなかとすいません。ちょっとアクセント多すぎましたけど。はい。ということで、自己調査以上で終わります。はい。えー、明日が、何やるんや明日。明日が、えー、明日の放送なんでしたか。えーっと、土曜日なんか10あったっけ んんんんんんんなかった阪神阪神ちゃうな。え、中山あー、ターコイズか。明日にターコイズやんのと、えーっと、副賞生活が、えー、多分アドマイオゴッド暫定ですけど、それがなると。で、えー、土曜日に、えーっと、朝日杯フューチュリティと、副賞生活がおそらくラーレアブルームと、えー、もしかしたら勝手に勝負レスハト。まあ、ここにちょっと、組み替えるかもしれませんけど、そちらで紹介しようとは思ってます。 はい。以上で自己調査終わります。ご清聴ありがとうございました。